こんにちは、ミニマルトラッドライフのバークです。今は台風シーズンなので少しずつ秋らしく涼しくなってきましたね。今日はこの時期によく着るアイテム BD シャツをテーマにお話をしていきます。こちらの BD シャツはここ数年ブームと思えるぐらい人気のアイテムだと思っているんですが、皆さんはどんなシャツを着ていますでしょうか。もはや IB やトラッドスタイルを語る上で避けて通れないアイテム BD シャツ、ラルフローレンやこちらのブルックスブラザーズといった代表的なブランドもよく着るんですけれども、またそういったブランドの OEM を手掛けるファクトリーブランドがたくさんあって、ついつい集めてしまいますよね。今日はその一つをフォーカスして私が愛用しているブランドのギットマンヴィンテージをテーマにお話をしていきます。 BD シャツがメインの動画にはなるんですけれども、シャツって言ってもたくさんあるけれど、どんなブランドをどのように選んだらいいのという選び方のポイントや、シャツをおしゃれに着こなすポイントまでご紹介していきますので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、それでは BD シャツの基礎知識のお話をしていきたいと思います。シャツっていうアイテムなんですけども、もともとヨーロッパで誕生しているアイテムで、ジャケットの下に着る肌着のようなこうアイテムだったんですけれども、ボトムスのこうパンツの下にですね、こうつながっていて、まあ肌着になっているようなこうデザインだったので、まあ、そもそもはこうタックインするっていうことが、まあ、ベースに生まれているんですよね。なのでこの前と後ろがちょっと長くなっていると思うんですけれども、もともとはここがこうつながっていて、まあ、ちょっとこう下着のパンツのような形になっているっていうところから、昔の古いものに関しては、基本的に長いものが多いっていうのを、お伝えしたいと思います。そしてポロスポーツっていう、こう馬に、乗って、やるスポーツなんですけれども、まあ、そういったスポーツをするときにこう襟がバタバタしないようにボタンで固定したことが起源って言われている、ボタンダウンっていうディテールだったり、まあ、アメリカに渡ってファッションアイテムとして、まあ、着れるように、なったので、こういったちょっとスリムなフィットになっていたり、こう着丈の短さなど、まあ、カジュアルになってきたことから、まあ、起源のこうドレスウェアからですね、徐々にこう時代が豊かになってきて、現在の BD シャツの形になっているということをお伝えしていきたいです。でそういった背景から、BD シャツっていうのが、まあ、アメカジの定番アイテムになっているっていう系がより、分かったのではないでしょうか。それでは、仕様を見ていきましょう。まずは、ディテール的な部分なんですけれども、 BD シャツは、お伝えした通りポロスポーツが、ベースにあるので、基本的に背中のここヨークって言われるんですけれども、またはこう袖先ですね、こういった袖先に、タックとかギャザーっていうのが入っていて、こう動かしやすく動きやすくなる仕様になっているため、ボックス型のシルエットが基本です。ラルフローレンに、代表される、タックっていうのはですね、まあ、カジュアル的な要素で、またブルックスブラザーズに代表される、ギャザーですね、こう袖元が、ブルックスブラザーズこうギャザーになってるんですけども、っていうのがこうドレスの要素といった形で、こういうゆとりの出し方一つでもこうスタイルが変わるっていうのも面白いところですよね。でこのように、ゆとりのあるシルエット、ビッグシルエットみたいなのが最近、まあ、流行ってきていることから BD シャツが人気なのは、まあ、必然とも言えるかもしれないですね。次に素材、色、柄っていうところなんですけども、総じてオックスフォードだったりツイルなど、無地物っていうのは、まあ、結構厚みがあるものが多くて、チェックや、まあ、ストライプなど柄物のバリエーションが、とても豊富なことが特徴なので、まあ、
コーディネートに合わせて、まあ、選べるっていうことや、まあ、通年通して、まあ、楽しめるっていうところが、まあ、魅力の一つでもあるかなっていうふうに思っています。ちょっと長くなってしまったんですけれども、まあ、この辺を知っていただくだけで既製のシャツを見た時に、まあ、どういった感じの、ね、こう糸でこう作られているのかっていうのが分かるようにもなっていて、選ぶ基準にもなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、少し遠回りになりましたが、ここからは私とギットマンヴィンテージとのお話をしていきたいと思います。私がギットマンヴィンテージに出会うまでには、トラッドに興味を持ってからブルックスブラザーズやインディビジュアライズドシャツなど、まあ、ド定番の BD シャツブランドをいくつか着てきました。で、2000年代の後半、アメカジだったりトラッドというのがこうトレンド的に強くなってきて、まあ、自分はその頃の影響が、まあ、今でもこう続いている感じなんですけれども、まあ、その頃に、まあ、定番感がより強いオックスフォード生地をメインに各社が販売していて目立っていた感じがしますね。その後ギットマンヴィンテージが2009年にヘリテージラインとしてスタートしたので、2010年ぐらいにですかね、私がまあ勤めていたショップで仕入れをしていたことが、購入するきっかけになりました。で、最初に買ったのはこちらのトーストという名前のオックスフォード生地になります。まあ、名前の通りトーストのようなこうベージュ色でですね、まあ、実際に着てみるとちょっとこう白シャツにはないこなれた雰囲気が出ます。どうしてもシャツアイテムなので、こう白シャツにジャケットっていう合わせだと少しこうビジネス感が出てしまうのですが、こちらのトーストなら、まあ、サファリやミリタリーといった要素やカジュアル感がすごく増しますので、なんかちょっとこなれた雰囲気というか感じになりますね。で、雑誌などで、まあ、ギットマンを紹介されるときはだいたい決まってこう白シャツがこう前面にこう紹介されているんですけれども、で欲しくもなるんですけれども、こちらはギットマンの、定番色でもありますので、まあ、今でも売ってるアイテムなのでぜひ見ていただきたいと思います。で、こちらをまあ購入してからですね、まあ、その後こういった、前回のコーディネートでもご紹介している、まあ、ドレスゴードンのこうチェックシャツだったり、その後こちらの、ネルシャツだったりですね、まあ、素材違いをこうの幅を広げてまあ購入していくわけなんですけれども、まあ、気がついたらまあ所有しているシャツの多くはまあギットマンになって、いました。男性はやっぱり女性よりですね、こういうこだわりがこう強い方がまあ多いと思いますので、まあ、一度気に入ったものを見つけてしまうと自分と同じようにまあついつい集めてしまう人がいるのではないでしょうか。はい、ここからはギットマンヴィンテージについてお話をしていきます。最初にファクトリーメーカーというお話をさせていただきましたが、ギットマンはもともとポール・スチュアートのシャツを OEM で請け負っていたシャツメーカーになります。ですので私の解釈としては、 J プレス的な少し硬派なカジュアルを感じさせる作りが特徴のシャツメーカーだと思っています。それまで BD シャツなんてどれもそんなに変わらないだろうと思っていましたが、ここでは大きく違うところを2つ挙げさせていただきたいと思います。1つ目は生地のセレクトです。オックスフォード地はもちろん定番として知られているのですが、ギットマンヴィンテージというだけあって、デッドストックの生地やヴィンテージからインスパイアされている生地を使用しているなど、凝った生地感が特徴です。例えば私が所有しているこちらのマドラスチェックのシャツ、こちらは本場のインドマドラスを使用しているので、まあ、こちらの色味やパターンに深みがあるのが特徴です。夏の前後にこういったマドラスチェックのシャツを中に入れるだけで、まあ、洋服の知的好奇心といいますか、まあ、そういった興味みたいなものをこう漂わせることができるので、ぜひおすすめです。で、2つ目ですね、2つ目は襟カフスの真地の硬さになります。で、カフスっていうのは
この袖先のこのパーツのことなんですけれども、ここに、襟ともに真珠が入っているわけですね。でここは個人的に、シャツに対してのこだわっているポイントになってしまうんですけれども、ジャケットから見えるこう襟元やこう袖口の雰囲気なんですね。リットマンはもともとドレスシャツを作っているメーカーだからかわからないんですけども、やや固めの真珠を使用しているので、カジュアルシャツを、まあ、着ていても少し真面目に見える絶妙なバランスなんです。シャツの真珠は襟、カフス、前立てによく使われているので、そのこう硬さだったり接着の方法によってシャツの表情が、ガラッと変わります。こちらの、まあ、ご紹介させていただいたこう2つがこう相まって、トラッドや気品を感じる雰囲気が特有でハマってしまうポイントなんです。かなりマニアックなお話になりましたが、まあ、ざっくりと、まあ、カジュアルでもきちんと着たい方におすすめのこう BD シャツブランドになっています。はい、ここからはコーディネートのご紹介です。一つ目は先ほどご紹介させていただいたトーストを使ったコーディネートです。こちらのトーストはこう色味的にですね、サファリ感と存在感が強いこうシャツですので、ドレスを使ってまとめてみました。こちらなのですが、 D101J にハートリングのホップサックパンツにネクタイを使ってまとめました。G ジャンのブルーの感触と、シャツのベージュの暖色といったコントラストをつけると、よりこうカジュアル感がこう強く見えるんですけれども、足元のパンツをグレーにすることで全体的なこうバランスをとっています。 D の G ジャンもリーバイスより少しソフトにこう見えるアイテムなため、ドレスアイテムと相まって中和して見えるのではないでしょうか。それではこう2つ目ですね、こちらのブルーチェックのシャツになります。意外と使えるのがこの何でもないこうチェックシャツですね。このチェック自体タータン系の小柄チェックですので、もはや何でも合ってしまうんですけれども、この正当なこう雰囲気を生かして、まあ、IB 的にこうまとめました。こちらですね、サウスウィックのブレザーにリカルド・メッサのチノを合わせて、まあ、トラッドの中にも今っぽさを取り入れたコーディネートです。まあ、今日はドレスアイテムがちょっと多くなってしまいましたが、まあ、これらを使うときはサイズ感や袖、丈の長さを意識していただくとおしゃれなコーディネートになります。はい、いかがだったでしょうか。今回も思い入れの強いブランドなだけに、自分がこだわっているポイントをたくさんお伝えできたと思います。最近はセレクトショップでもインポートのこうアイテムが減ってきているので、以前よりはやや見つけにくくなった印象のブランドの一つですが、逆に続けているところは続けている、まあ、そんなアイテムになると思います。まあ、そんなブランドですので、信頼できるお店探しにもつながるアイテムになるのではないでしょうか。そしてサイズ感のことをちょっとお話しし忘れてしまったんですけれども、私はネックサイズ14ハーフなんですけれども、そのネックサイズを選ぶより最近はその一つ大きめの15のサイズを選んでいます。少しね、こうネックサイズで合わせてしまうと全体的にちょっと細くなってしまうんですけれども、まあ、15ぐらいだとややゆとりですとか、まあ、着丈の長さも許容できるようなサイズなので、私はこのサイズを選んでいます。ぜひご自身のマイサイズを見つけてみてください。ミニマルトラッドライフではこのような形でヴィンテージ、トラッド、オーセンティックといった本物志向のファッションの情報を発信していきます。ぜひいいね、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。